What's up, guys? 今日もね、モールボッツやっていこうかなと。今日ね、急に収録を思い立ったのは、たまたまね、この DSC のチェスト、これでケプリが当たりまくっちゃって、まあ、いっぱい作れたから、まあ、作ろうかなと。これでまた、これでね、マーク2の、レベル12にしなきゃいけない機体が溜まってくわけよ。なんか、積みゲーみたいな感じのあれだよね。なんか、積み漫画、積みゲーみたいな感じの、積み機体みたいなやつが増えちゃってね。でもう一体実はケプリいるのよ。これと別に普通のケプリ。普通のケプリが2体当たって、今これだね。何もつけてない。まあ、ここでね、こう処分しそうになるんだけど、なんかこの、もう今ここボタン押すじゃん。なんかね、この時にね、こういう可愛い機体、こういう可愛い機体はちょっと、うってなるんだよね。同じ理屈でこのタイフォンたちもすごい生き残ってんの。なんか、ちょっとね、捨てらんないんだよ。タイフォンいっぱいいるんだよ、実は。ウォリアータイフォンは、たまたま好きだから、いっぱい持ってる。いっぱい買ったんだけど、そうじゃなくて、この当たったタイフォン、これはね、いっぱいあるんだよ。で、他にね、このアングラー、これもね、なんか捨てらんないんだよ。なんかこう、こう捨てようとするとさ、え?ってな。なんか、僕を捨てるの?みたいな感じの目で見られてる気がしてね。まあ見た目ってやっぱ大事だなと思ってね。いや見た目結構大事だよ。まあ例えば、まあ、俺犬の見た目ってあんま好きじゃないんだけど、まあ、猫は結構好きなんだよね。で、まあ、野良犬がいても何とも思わないけど、野良猫いると、ああ、ちょっとかわいそうだなとか思うもんね。見た目は大事だよ。まあ、それちょっと解説していこうか。このね、クラモーラケプリは前から持ってる。これもうセットで買ったやつだね。これ強いので、あんまり使わない感じかな。で、これ、まあ、基本俺のセットアップってもう似合うか似合わないかだけで決めてるから、性能はね、全然気にしてないので、まあ、とりあえず色的にもうこれ紫とこのグリーンでもうぴったりじゃんみたいな。これと別にスピアっていう手もあったんだけど、スピアはね、このノーマルのケプリの方に合うのよ。それでこのキャプテンアメリカみたいなやつ欲しいんだけど、なんか売ってないんだよね。どうやって手に入れるんだろうね、これ。で、はい、次。なんか喉の調子悪いな。すごい悪い。これ前から持ってるやつだね。はい、次。これはシュレッダー。どっかでね、誰だっけな。ダニーライトニングかな。ダニーライトニングが、ケプリとシュレッダー相性いいよみたいなこと言ってて、まあ、それでまあ、色もね、ちょうど紫で合ってるから、まあ、作ってみたんだけど、1個足んなかった。作ってんのが、なんだっけ、ワークショップで作ってんのが間に合ってなくて、だから1個縦にしたのね。で、ESC でこの、普通のキステンとブラバ、当たりまくったって言ったじゃん。これはエッフェルにつけてみた。なんでかっていうと、やっぱ上から打ってみたいのと、このね、エッフェルの、靴下みたいな部分の色がさ、緑なの分かる?こう合うんだよ、これ。合うんだよ、これが。まあ、そういうわけで行ってみよう。モードは、とりあえずちょっとチーデスで行くか。チーデスで。よし。これはもうね、このマップか。もういかにこう、人を使うかだからね。とりあえずちょっとシュレッダーケプリ、まず行ってみようか。これレベル1なんだよ、これ。よし。行くぞ。行くぞ。お前ら行くぞ。遅っ、これ。遅い。待って。遅い以外になんか重いのもあるな、これ。これあれか。待って、この、リーチくん。これで。よし。なんか、二重に繋がってる。なんかすごい。納豆。納豆来なぜ。すごいぞ。攻撃力アップしてんのかな、リーチ。あいつあれだな。ミサイルか、ダメだ。
もっとこうサポートの違いがある。あ、こ、あいついいね。あいつ行こう。あ、そうそう。それでさ、なんかこれバグだと思うんだけど、味方のさ、HP が表示されなくなったんだよね、なんか。あれこれ、なんか繋げないな。なんで繋げないの？壁あるから？繋げらんないんだけど、なんで？こいつは繋げるけど死んだ。で、右向け右。あ、左だ、左。左向け左で、盾が溶けた、盾が溶けた。あ、ふざけんな、この野郎。おい。なんか敵強くね、これ、普通に。いや、やっぱ、こっちの方が強いよな、日本のサーバーとかより。まあ、中国とかちょっと論外だけどさ。これはじゃあ、ちょっと遠距離型のケプリ。遠距離ケプリ行こう。で、なかなか繋げないんだよね。これさっきのネザー？ネザーに繋いでもしょうがないからね。このネザーふざけてっからな、はっきり言って。これで、あ、こいつに繋ごう。これ何これ？アングラー？アングラー君行くよ。ちょ、ついてきて。これレベル1なんだよ、これ。でも、あれだよ。武器はね、なんだっけ、アレスのね、マーク2借りてきたから強いから。ちょっと、アングラー君、ちょっと前行こうよ。アングラー君、ちょっとさ、ちょっとさ、ダメだな、こいつ。あ、あっちにいる、なんか、あいつ、なんだっけ、あれ。あれ、多分あれだな、リンクスだな。リンクスみたいなやつに繋ごう。あー、やっぱ壁あると繋げないんだね、これ。いや、そんなことない。これで繋げるはず。よし、行くぞ。リンクス行くぞ。あー、外れちゃった。そして俺がレーザーで援護するので、もう一回これ切って、で援護。あ、これオロチ？思ったより体調悪いな、俺。なんか喉の調子すごい悪い。繋ぐから、繋ぎながら、なんか固まってない？あれ？これ多分固まっちゃったな。だって押してね、反応してるわ。押して反応しない場合は大体ね、固まっちゃってんだよね。よし。レーザー。レーザーを舐めんな。当たってない。当たってない。オロチ行くぞ。オロチ繋いだぞ。繋げ、絆ハンバーグ。ドン、びっくりドンキー。絆ハンバーグ。こっち見てんな、オロチ。お前、どうした？自信ないんか？やれる自信ないんか、お前。強い。レーザー強い。いや、ちょっと、オロチ、先行き過ぎ。あ、なんか死んだ。ちょっと、これ。おい、全然ダメじゃねえか、これ。ちょっと、次誰に繋ごうかな。これなんだ、これ。ちょっとよく見えないな。あ、ちょ、デストリアみたいなやつね。これデストリア、行け。デストリア行け。俺がついてるぞ。俺がもう率先して殺す。率先して殺す。デストリアのためならね、俺は、鬼になれる。デストリアのためなら鬼になれる。もうなんか、レベルの差とかもう知らない。もう、知らない。俺が守る。ちょっとね、やばい。ちょ、卑怯だ、あいつ。こっそ。デストリア死んだよってして。あ、死んだ、これ。デストリアは、あ、デストリア死んだね。インベーダー君行こうか。よし、行くぞ。行くぞ、インベーダー、行くぞ。俺が率先して、殺す。デストリアの仇を撃つ。仇を。あっち当たってね。すごいうまく隠れるな、こいつ。こいつ左右から攻めたらいいんじゃない？めっちゃ厄介だな、こいつ。で？あー、つなごう。つなげ。わ、絆ハンバーグ。びっくりドンキー。ビッグドン。おっしゃー。でも武器強いから当然なんだけどね、これ。あー、ダメ。じゃあ、ここで、攻撃型のケプリ。これはね、パイロット2円じゃないんだよ、これ。これは、オット博士を積んでる。なんせ、マグナムだからね。ゴールドで合うでしょ。色がね。もうね、ウォールボッツ界のファッションリーダーと言ったらもう俺だからね。これ、射程いくつだっけ ?300 だっけ ?350 だっけ？なんか、そこ、なんだぞ、お前。この野郎。こう、まず繋ぐ。なんか、破裂した。繋いだやつ破裂した。俺のせいで破裂した、これ、として。これ、ボタン押しっぱでいいから楽だな。全然そのリロードが気にしなくていいから、マジ楽だ、これ。でもなんか、やっぱレベル1だから、
機体もレベル1だし、マグナもレベル1だから弱いね。じゃあ、ちょっともうちょっとつなごうか。ちょっとクラモーラで。クラモーラケプリ。これは普通に強い。機体も武器もマークス。でもあれなんだよな、ぶっちゃけ、このリーグ隊でも普通にマークスのやつはさ、時間帯によっているんだよ、全然。全部マークスとかさ。ちょっと待って、じゃあヘイムダルに繋いでいこう。ん？下のやつ歌ってんの？じゃあまずこいつを、まずヘイムダルに繋ぐ、繋ぎの、で、こいつを始末する。これスカイロスだろ、多分。よし。普通に強い。普通に強いよ。なんでこれシールドブレイカー装備してんだ？あ、これあれじゃん。敵もう死んじゃうやつじゃん。あ、やべ、ちょっと。俺が、あれ試せない。エッフェル。エッフェル俺は試したい。エッフェルのために俺は、俺の取る行動は、これみんなわかってるよね。この動きは。この動きみんなわかってるよね。はい。水ポチャ。ん？あれ？スコア負けてねえよく見たら。じゃあエッフェル行くぞ。オーラダッシュからの、あれ当たんねえ。ジャーンプ。ここで行く。うわ、気持ちいいこれ。最高これ。これは強い。これはすごい。レベル1だけど。すごいこれ。これはすごい。あいつタイタン？さあ行くぞ。あ、タイタンじゃねえよこれ。ドーン。これはすごい。すごいよこれ。あれタイタンじゃん？すごくないこれ。よっしゃ。ここで上がるからの、おら、おら。これはすごい。これすごいすごいすごい。2発でこんな削れんだ。すごいね、これ。あー、でもやっぱ2発しか撃てないのか、これ。5本揃った状態では、空中で2発しか撃てないね。なんかもう、なんか言語化能力がなんか終わってんな、俺。何こいつ。お前。この野郎。あー、試合終わる。試合終わった、これ。試合終わった。試合終わっちゃった。ん？右の緑色何？じゃあもう一試合行ってみようか。次はね、これドミネーションだね。ビーコンラッシュだとどうしてもね、やっぱその、この支援機体っていうのがなんか使いづらいんだよね。なんかやっぱスピード命なところあるからさ。それにしてもなんかほんと今日は対象悪いな。さっきまで良かったんだけどね。これはまず、さっき試してなかった、試せなかった、まずスカルド。これは前々回の動画あたりにも多分出してると思うんだけど。待ってくれ。待ってくれ。落ち着け。待ってくれ。オフィオン君待ってくれ。ここのビーコンさ、なんかちゃんと中央にいないと踏んだことになんないんだよね、なんか。なにお前。押し出したな、お前。押し出し？鬼押し出し？イムちゃんちょっと邪魔だよ、イムちゃん。イムちゃんあんま繋ぎたくないな。イムちゃん俺あんま好きじゃないから、このオフィオンに繋ぐ。オフィオンに繋い、ちょっとお前、むずいぞ、この野郎。この野郎、てめえ。ここでワープ。ここでワープ、よっしゃー、ワープ。なんか、あいつ何あれ？ダゴン？全然減らないんだけど。普通にうぜえな、こいつ。この組み合わせ結構厄介だな。え、なんか全然シールド剥がれないよ、これ。ちょっと待って、なんで？一回フェイズシフトでしのぐ。全然シールド剥がれない。これ、すげえ強いんじゃない？ひょっとして、これ。つなぐぞ。つないで、そっからこのスカルドで。環境に優しいスカルドで。あ、ダメだ。全然減らない。あ、これ多分めっちゃ強いやつだ、これ。こういうやつがいるから、なんかこの、このリーグ対さ、
そのなんつうの、難しいんだよね、こっちの機体のさ、そのセレクトが。めっちゃ強いじゃんこれ全然削れないよこれ。ちょっと待って、これおちょこっち頼む。おちょこっち行け。いいぞ、おちょこっちいいぞ、もう他力本願な感じも最高だよねこのケプリってちょっとこのダゴン強すぎない？いくらなんでもめっちゃ強い。しかも 俺じゃん殺したの。もう全然 B コントラです。みんな急げ、みんな取れ、みんな急げ取り返せ。なんかわちゃわちゃしてて可愛いな、このわちゃわちゃ感がいいんだよな、ウォールボッツは。よし行くぞ、ちょみんなついてきてよ、行くよ行くぞ、みんな来い。よしよし歩いてていいな。よし、おちょこっち走れ、おちょこっちスタンピードで来いよ。間に合わないってこれ、負けるよ。おい俺一人じゃねえかこれ。ん、なんかここに敵はいてね、なんだこいつ、なんかあれだな、ロッキー臭かったね今の。よし、みんな見て、あ、ちょタイタン出てきてんじゃん、なんで早くないこれ、展開早い。あ、これ死ぬわ死ぬわこれ、むしろちょっと死にたいところなんだよこれは。あ、おちょこっち生きてんじゃん、よし繋ぐぞ、繋がる、絆ハンバーグ、びっくりドンキーで繋がれた、このびっくりドンキーとピクソニックが繋がるコラボ、夢のコラボ。もう自分で何言ってるかよくわかんない、びっくりドンキー。意外とこのケプリ硬いなあ。これは、あ、もうこれだこれ、ダッシュ。こいつタイタン、これタイタンだよな、この野郎、くたばれこの野郎、すげえすごすぎる強すぎるこれもう一発いっとく、おらてめえ死ね、あ、当たんなかった、突っ込みすぎちゃった、当たんなかった。これ何、これキットか、これわかんなかった今。そしてもう一人タイタンいるはずだろう、さっきのエーテル、いや、いないな、これか、こいつかてめえくたばれ、こら、あ、ちょっとオーバーキルだこれそしてこれ取りたい、取らして、ビーコン取らせろ、この野郎、これかっこいいな、このダッシュながらこれ打つと、ダメだこれ、まあ、そんなわけで、なんか動画としてはすげえ中途半端になっちゃった。で、時間の尺もね、動画の尺もこれが限界なので、まあ、今日はこの辺でバイバイって感じかな。じゃあね、またね。